ドラえもんのびたと竜の騎士は月刊コロコロコ,ロコミック1986年11月号から1987年3月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの作品及びこの作品を原作にして1987年3月14日に公開されたドラえもん映画作品大長編映画ともにシリーズ第8作指定世界を舞台に 恐竜人をモチーフにした作品。大長編の連載開始は、当初はコロコロ通貫第100号と合わせた1986年8月号からと、大々的に予告されていたが、作者の体調不良と西洋のため蒸気の号まで、ずれ込んでいる。同時上映は、プロゴルファーサル高画飛行。影の忍法ゴルファー参上。と、お化けの、九太郎進め。1、百大作戦。 藤子不二尾名義としては、最後のドラえもん映画作品。恐竜が大好きであった藤子 F、不二尾は、かつて執筆した、のび太の恐竜に続き、恐竜を題材とした長編の執筆に意欲を抱いた。そしてこのストーリーに、エピソードとして、水星衝突による、恐竜滅亡説、恐竜人技のサウロイドを盛り込むことにした。恐竜絶滅の原因として、 水星衝突説が採用されている。藤子 F は水星衝突説を先に知り、絵にもなり、またストーリーもドラマティックになるという理由で本作に取り入れることにした。しかし作品完成から間を置いて後から考えると隕石衝突説の方が有力だったと思うようになったという。地底人についてはカナダの古生物学者、 デール・ラッセルが1982年に提唱したディノサウロイドの写真を雑誌で見て、地底人のデザインの参考にしたという。デザインとしてモチーフにしたとの名言はないが、このディノサウロイドより作品のインスピレーションを得たということについては別の著書においても語られている。また本作は何かかっこいいタイトルをということで、伸びたと流の騎士として連載を開始したが、 連載3回目くらいまでこの竜の騎士が善玉であるか悪玉であるかさえも決めておらず、物語の結末も連載の半ばあたりまで決まっていなかった。物語序盤ではスネオが恐竜の存在を否定しようとする展開で進行するなど大長編には珍しく、スネオが話の中心になっている。また、のび太の大魔教の後の出来事であることが以前に、 アフリカを衛星写真で調べたことがあるというセリフから示唆されている。序盤でスネオが行方不明になる。この主要メンバーの一人が行方不明になり、残りのみんなが助けに行くことから冒険が始まる。展開は大長編8作目にして初であり、後のシリーズにも受け継がれている。当初の漫画版や映画でのステノニコサウルスが恐竜の学説の変化に伴い、 近年の漫画版では、トロードンに改められている。トロードンのことである。秋のある日、恐竜が今でも生き残っていると言い張り、例によってジャイアントスネオに笑いのにされたのびたは、ドラえもんの秘密道具、占いでも、地球上に生き残っている恐竜はいないと判定され、落胆する。ところが直後、棚川で巨大な生物を目撃したスネオは、それが恐竜ではないかという疑念に駆られて、 すっかり動転してしまい、挙句の果てにノイローゼになってしまう。一方、のびたは0点の答案を隠すために秘密道具のどこでもホールを使い、指定にある大空洞を発見する。ドラえもんとのびたは、静かやジャイアンを誘って、指定の大空洞を秘密の遊び場にするが、一人、恐竜の幻の正体を突き止めようと、単独行動していたスネオが地底で迷子になり、 その直後に、どこでもホールが壊れてしまう。地底に行くすべを失ったと一旦は悲嘆するものの、ドラえもんの一計により、秘密道具の力で神奈川の家庭から地底への入り口があると知った一行は、スネを救うべく地底のさらに奥に向かう。そこには広大なジャングルが茂り、恐竜が活歩する世界が広がっていた。そこで、一行は、かっそっくりな地底の野蛮人南蛇族に、 捕まってしまう。あわや地底人の餌にされそうになったところで竜の騎士、万宝が彼らを救い出す。地上で滅亡したと思われていた恐竜は地底、すなわち地球上ならぬ地球内に生き残り、ステノニコサウルスから進化した恐竜人が高度な文明を築き上げていたのだった。万宝の案内でドラえもんたちは地底国の首都エンリルで保護されていたスネオと再会したが、 番号の妹郎の案内で首都観光をしていたのび太は偶然の事故で迷い込んでしまった謎の施設の中で恐竜人たちが不穏な計画を立てていることを知ってしまう。ドラえもんたちは逃走を図るが失敗し、今度は謎の施設にあった巨大な船に連行されてしまう。それは巨大な船型のタイムマシンだった。のび太た,たちを乗せたまま船が向かった先は、 恐竜が滅びる前の太古の地上だった。恐竜人たちの目的は歴史を改変して、恐竜の絶滅を防ぎ、地上を我が物にすることだった。それに気づいたドラえもんたちは秘密道具で脱出した、上で要塞を作り牢状繰り出される数々の秘密兵器の力を見た、恐竜人たちは、恐竜を絶滅させたのは、ドラえもんたちではないかと疑い始めた。その最中、 巨大な彗星が地平線をかすめ海上に落下。凄まじい衝撃波で周囲を吹き飛ばし、その煽りで巨大な津波が発生する。恐竜人たちは船に引き返して地中に先行し、ドラえもんたちは秘密道具で地下室を作って難を逃れる。地下室の中を光ごけで照らし出したドラえもんたちは、この地下空間こそが過去に恐竜人の祖先たちが逃れた。 聖域であったことに気づく。すなわち、恐竜を絶滅から守ったのはドラえもんだったのである。恐竜人たちに停戦を申し入れたドラえもんは、恐竜を絶滅に導いた原因を説明する。回避を免れ得ない、滅亡の運命を知って、悲観にくれる恐竜人たちに対し、ドラえもんたちは援助の手を差し伸べる。秘密道具の力で地下室を改造し、 可能な限り恐竜たちを移住させたのである。こうして聖域に逃れた恐竜たちは進化の道をたどり、今日の恐竜人の文明の礎を築いて、行くこととなった。万宝等とともに、指定世界に戻ったドラえもんたちは真相を知った、恐竜人たちから国を挙げての大艦隊を受けた。万宝トロは、ドラえもんたちを約束通り地上に送り届け、 いつか地上と地底の架け橋ができることを願いながら別れを告げたドラえもん映画作品ありがとうございます。